最近美大とかで時々教えることもあるんだけど、ね、美術史についての授業がめちゃくちゃ甘いんですね。昔はちょっとありなかった美学芸術史、美学美術史ってもっと真剣に教えられていたものです。じゃあその頃僕もそうだったことをお話ししますね。ルネサンスから芸術が始まった。嘘、全く嘘、完全な嘘です。でルネサンスから始まったのはパトロンが変わったってことです。教会がパトロンだったのが貴族がパトロンになっただけで、パトロンの要求通りに物を描く、宗教画を描き、あるいは肖像画、まあ、ベラスケスとかですけれども、レンブラントとか、パトロン変わっただけなのね。自由な表現なんかないのよ、全然。ただ神様を描かなくてよくなっただけですね。でこのベラ肖像画の時代を、まあ、音楽でも同じように言いますが、古典派の時代って言います。古典派の時代っていうのは貴族がパトロンだった。ご存知のようにモーツァルトも猿回しの猿でしたよね。上から読んでも山本山、下から読んでも山本山みたいなね、旋律を3つ重ねてハーモニアスにしろみたいで、なんか3分ぐらい考えるんですね。できましたって言ってこう逆さ引きをするっていうね、まあ、そういう変な人だったんですよ。でしかしモーツァルトの晩期はその次の段階、ロマン派を暗示するよね。さてロマン派っていうのが僕らにとっての、まあ、皆さんが知ってる芸術概念のルーツなんですよ。でそれはこれまたね、有限性の哲学なんだよ。産業革命によって可能になったんだ。産業革命によって貴族とは違う金持ち、いわゆる新興ブルジュア人が大量に生まれたんだよね。でこの人間たちは、貴族のために絵を描いていた、絵師や音楽からいろんなものを買いたがったんだよね。絵は売買できるから一番わかりやすい。でそこで初めてですね、絵画の流通市場ができたんだよね。流通市場っていうことは、つまり金を出して受け取って消費するっていうプロセスが出てきたっていうことですね。でそこでこの流通プロセスでこれはすごいんですよっていうふうに無価値化する、言説が意味を持ったんですね。でそこで出てきたのがロマン主義。ロマン主義っていうのは、実はさっき伊藤二郎さんのお話にもあったランズケープなんですよ。人間の想像もつかないような疾風怒涛の海があります。想像もつかないような峻厳な山並みがあります。これ全部風景ですね。でそれを見て、そうか、我々の想像力や感受性は閉ざされていたな、これが世界かみたいな、なんか素晴らしいですよね。ということでロマン派が音楽においても文学においても絵画においても立ち上がった。でアートっていうのは2つの要素があるということです。一つは消費可能性、売買される可能性とともにあるということ。そしてもう一つ、社会の外に連れ出す。わかりやすく言うと、ルーティンの中で摩滅していた、いつも同じことを考えてつまらなかった、でも思っていたのとどうも世界が違うらしい、社会の外にもいろいろあるらしいっていうふうに、人々のフレームを、壊す、あるいはフレームの外に連れ出して、でそこからが娯楽と違うところ、元に戻る、つまり社会に帰還した時に元のようには、あるいは元の感受性では社会を生きられなくするってね。でそういう、まあ、行って帰って社会で生きる態度を変えさせるっていうような機能が、芸術に期待されるようになった。でしかしそれは消費可能性の枠の中でしかありえない。でこれは芸術史の教えることで、ルネサンスが近代芸術の始まりですみたいなトンマなですね、妄説によっては何の利益も与えられないんですよ。正しく歴史を理解する必要があります。